飯田市川本喜八郎人形美術館は、長野県飯田市にある、川本喜八郎に関する美術館。飯田市地域人形劇センターとして位置づけられ、人形劇に関する資料を保存及び展示することにより、人形劇に関する情報を発信及び、人形劇講演や人形劇講座による多様な交流の機会を提供し、合わせて市民の教養、学術及び、 文化の向上発展に資すするることとを目的とする人形アニメーション監督であった川本喜八郎が NHK 人形劇三国志の人形美術を担当した際に制作された人形を主に川本に関する多くの貴重な作品を展示している。川本は1990年に飯田市で毎年開催される人形劇カーニバル飯田での人形劇三国志公演のために 初めて、飯田市を訪れた。その後もたびたび、飯田を訪れ、古くから人形芝居を継承する、人形劇の街である飯田、また人々の人形に対する情熱に感銘を深く受けた。そして、人形たちに一番ふさわしい場所として、人形劇、三国史、人形歴史スペクタクル、平家物語などに使われた人形を、飯田市へと寄贈するに至った。飯田市は、 人形劇の街として、人形劇文化のさらなる振興、交流のための新たな拠点として、当館を建設。川本が館長に就任し、2007年3月25日にオープンした。約200体を展示。うち60から80が三国志のもの。それぞれ一定期間で展示会を行っている。 鉄筋コンクリート構造3階だけで、飯田信用金庫本店と繋がった構造になっている。ありがとうございます。